はい、スタートしました。ウラジチャンネルです。今回はこちらです。荻原拓也が京都2年間で掴んだこととはということで、ゲストは天堤俊介さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。 UG& 要でお送りします。こちらなんですけども、京都戦まったりプレビューライブ、5月26日に行ったライブ後に収録しております。荻原拓也が京都2年間掴んだこととはということで、選手にも聞いていただいたということですよね。そうですね、実際に京都で、チームメイトと、しかもちょっとポジション近いところでやっていた選手にちょっと荻どうだったみたいな話をちょっと聞いてきました、うん、ありがとうございます。じゃあまず一人目なんですけども、こちら浅田選手が語る荻原拓也、ポジション的に言うと近いどちら？そうですね、隣ですね。京都はあの基本 4-3-3 っていうも4バック採用してるんですけど、荻原選手が左サイドバックで、この浅田翔吾選手っていうのはセンターバックの左側なんでね、荻原選手の隣でプレーした選手です。じゃあ本当にコンビネーションを2人で作って守ってたという。そうですね。その浅田選手がどのようなことを、荻原選手この2年間のことについて。そうですね、特徴としてはもう皆さん浦和のサポーターの方もご存知だと思うんですけどね、本当にまあ縦の推進力だったり、ね、左足のキックっていうところで、まあ彼は本当にもう分かっていても止められないところがあったみたいなところは言ってましたね。まあこれは京都に来た時からそうだったんですけど、やっぱりもう攻撃のところは本当にスペシャルな部分があった選手なのでね。はい、そこはまず評価した上で、浅田選手センターバックなんで、守備のところで荻原選手がすごく2年間で、はい、伸びたなってのは言ってましたね。ユージさん、浦和の時の守備どうでした？荻原選手そんなに出てないもんな。まあそうですね、やっぱけど攻撃のイメージが強い選手でしたよね。そうですね、ポジションも結構一列前で出たりとかしてましたよね、うん、というんで、だいぶじゃあ守備面でもすごくこの2年間で成長したと。そうですね、攻撃的サイドバックなんでね、どんどん前に出ていくっていうところあるんですけれど、全力で出ていって守備になったら全力で戻ってきてくれたりもするし、まあそこの信頼感はあったっていうのをまず浅田選手は言ってましたね。で、守備ってやっぱ連動するんで、こいつがこう動いたら味方がこう見たがあるんですけど、荻原の判断が早くなっていったので、周りもそこに合わせてプレーしやすくなっていた部分はあったってのは言ってましたね。で、やっぱポジション近いので、やっぱコーチングもするんですよね、センターバックからサイドバックに対して。だけどやっぱりもうやっぱ最後の方は本当に最低限のコーチングしかしなくてよくなったというか、それも言ってましたね。まあ最初の頃はやっぱり荻原選手が来た時って長期時間とか就任した時なので、まあチームとしてもね、新しいスタイルに挑戦するっていうところもあって、いろいろとこのピッチの中での意見交換だったり、コーチング指示を出すってことあったと思うんですけれど、はい、まあ、そこも定まってきたのもあるし、荻原選手自身もね、やっぱり守備のところも含めて、うん、しっかりと判断だったり動きだったり良くなっていったので、まあ、センターバックの選手から注文を出すことが少なくなっていったというか、うん、そういう部分もあったみたいですね。もう一人、白井選手が語る荻原拓也ということで、これ白井選手、まずポジションの関係は、白井選手は右のサイドバックです。なので、まあ、サイドの言うと左の荻原、右の白井みたいな感じで、まあ、京都はね、その4バックのサイドバックなんですけど、両サイドもガンガン上がっていくので、本当にこの荻原選手と白井選手がね、サンガのサイド攻撃を支えていたっていう存在ではあります。まあ、その右の白井選手がやってるのが、やっぱりその、まあ、いろんな意味でチームに勢いを与えてくれる存在だったっていうところで、もちろんプレーでもね、さっきも言ったように攻撃的なところでね、前に出ていく推進力だったり、チャンスを作るとこもそうなんですけど、オフのところっていうか、ピッチ外のね、サッカー以外のところでもすごく、荻原選手はいいキャラクターなので、うん、まあそういうところでね、チームのちょっとムードを作ってくれたりとか、そういう選手だったよね、みたいなの話してましたね。浦和の時もすごく明るいムードメーカーだったんですけど、うん、すごく真面目な選手になってるイメージがありますけど、真面目な選手になってるって。はい、なんか、ね、いつもモノマネをするイメージだったんですけど、なんか最近すごく真面目になって、その辺が。大人になったって感じはあるよね。モノマネは京都でもしてましたよ。あの、入団会見の時なんかいきなりやりましたし。新潟からですね、京都。そうですね。なんかあとね、その地元のテレビ局のなんかそのゲスト出演みたいな回もあって、まあ、その時になんか他にもなんか、一個さんのモノマネしてたんですけど、最初は。他にもあるんですかって言ったらね、三四郎の小宮のモノマネもむちゃくちゃうまかったですね。おー。そうなんだ。レパートリー持ってるなって感じでした。白井選手の話に戻る。やっぱ彼も言ったのが、やっぱ守備のところは伸びたよねって言ってましたね。
やっぱり最初はちょっと勢い任せというか、うん、ところがあったんですけれど、まあ試合読みながら、ここはこうしなきゃいけないっていうところもね、やっぱり経験積み重ねていって良くなっていったなっていうのはあったと思います。うん、レッズでもそうですし、新潟でもそうだと思うんですけど、やっぱりその年間を通じて試合に出続けたっていうことが多分、小平先生、京都に来てから初めてだったと思うんですね。うん。なんか出たり出なかったりじゃなくて、本当にシーズン、まあちょっとね、細かい怪我とかで出ない時もありましたけど、まあシーズン通してやっぱりレギュラーとして、うん、試合を経験するっていうね、それはやっぱ J1、J2 で1年、J1 で1年ってやる中で、まあ彼としても本当に経験値っていうのも積み重ねていたと思いますし、まあ、それがプレーに反映されるようになったなっていうところはあったと思います。あと、アマズビさんと、荻原拓也ということで、はい、アマズビさん2年間取材されていて、はい、最初の印象と最後の印象のあたりとか、どうでしょうか？あ、けど、僕たまたまデビュー戦を見てたんですよ、浦和での。いきなりね、カットインから左足で2ゴール決めて、ありました。すげえ選手やなと思いながら見てて。まあその後ね、なかなか出場機会つかめずにいたっていう、うん、まあおぼろげな印象の中で京都に来てくれて、僕もちょっと現役の時サイドバックやったんですけど、本当に能力高いサイドバックやなっていうのは、しばしで感じましたし、まあさっき言ったように試合重ねる中で成長もしていってくれたのもありましたし、うん、まああとは取材してるんでね、あの、サポートの方でもちょっと若干近いところで彼と接する機会があったんですけど、まあ気持ちのいい男だったなってなりましたね。気持ちがいいっていうのはコメントが。そうですね。あの、結構選手って、その、定型文になることあるじゃないですか。あ、まあ、あの、自分の気持ち、そうそう。自分の気持ちは伝えてくれるんだけど、なんか、どっかで聞いたら言葉だな、みたいな。けど、大きな場合は結構、なんか、時々言葉に詰まったりするんですけど、ちゃんとその自分の言葉で表現してくれようっていうのは、すごく感じましたし、そこは結構記者としては、好感持てましたね。2年間取材されていて、印象に残ってることとか、ありますか？負けた時は本当に悔しがってましたね。一回その、新潟と試合した時に、前半戦の折り返し直前ぐらいだったかな。結構しかも負けて悔しくて、残り試合全部勝ちますみたいな。それぐらいの気持ちで行きますじゃなくて、マジで残り全部勝つよぐらいの感じで言ったんですよ。それはちょっとさすがに残り20試合無理だろうって、ちょっと冷静に見たんですけど、逆に言うと本当に彼はそれぐらいのテンションで言ってたんですよね、その時。やっぱりそう、やっぱり負けん気の強さだったり、気持ちの強さ持ってる選手なんだなっていうのは、その時にも感じましたし、負けた後なんかちょっと涙を流して悔しがるシーンなんかもあったりもしましたし、うん、そういうなんか見ていて、自分の感情表現する選手だなっていうところでも僕は好きでした。あと今ね、そういうなんかちょっと明るい部分もあるんで、なんかいろんなね、ところをちょっと見せてくれた選手だったな。だからサポーターにも、愛されてたと思います、参加のサポーターにも。京都にいたのは正解だったかもしれないよね。彼としてもやっぱりキャリアを積んで成長する上で良かったですし、京都としてもね、本当に昇格をして、うん、去年はプレーオフの成績残留でしたけどね、そういう重要な2年間で左サイド支えてくれたっていうところで、原付移籍としてはいい判断で京都に来てくれたのかなっていう気はしてます。そんな荻原拓也選手へのいろいろな思い出を語っていただきましたが、最後に送る言葉ということで、はい、くれーなずーみたいな正直言えば残ってほしかったなっていう気持ちはあります。やっぱりね、本当に左サイドバックのレギュラーでしたし、はい、まあ、ただやっぱり2年間レンタルだったので、3年目レンタルってなかなかちょっとね、あれなので、それは彼としても決断をしなければならない状況だったのかなっていうところで、まあね、もちろん京都で、まあ張さんの下で成長してる実感だったり、まあ京都のサッカーでやれてるっていう思いもあったでしょうけど、一方でね、彼は浦和出身で、生まれ育ったクラブへの思いだったりも当然あるわけで、まああとはそのね、監督が変わるっていうタイミングをもしかしたら一つ、後押しになったのかもしれないですよね。まあ、サッカーもちょっと変わるっていうところで、まあ、彼がやっぱりその新しい浦和のサッカーで自分が京都で2年間やってきたもので挑戦できるんじゃないかっていうところで、まあ、これは本当に完全に僕の個人的な想像ですけど、もしかしたら去年リカルドさんのまま今年もやってたら違う決断をしたかもしれないなって僕は個人的には思っていますが、まあ、新しい監督さんになって、まあね、サッカーも新しいものをトライするって中で、まあ、京都で積み重ねてきたもので、もう一度生まれ育った方が挑戦したいなっていう決断をしたのだったら、僕はすごくわかるし、一サッカー人としては、それを応援してあげたいなっていう気持ちはありますね。ありがとうございます。そうですね。本当にあの、
いや、そうなんですよ。これ、去年のワールドカップの前か、だから去年のシーズン終わった後に、ちょっと代表話になった時に、もちろんその代表のサイドバックがどういう選手を求めるのか、あるけれどっていう話の上で、やっぱりそこは狙っていきたいですよね、みたいなことも彼は言ってたので。10代の頃さ、久保建英のスルーパスに左サイド走り込んでたのは荻原だったんだよね。U19 ぐらいの時は。カタールの見せたらもう、たまらないだろうね、それ。今回の日本代表のメンバーを見ても、やはり左サイドバックは絶対的な選手がいないなというような印象はありますので、ですね、まだまだ長友選手がね、長くいた左サイドバック、誰が後継するのかっていうところでね、はい、まあ、今回はなかったですけど、本当にこのまま裏でいいプレーを続けていけば、うん、代表の人ね、見てもらってるんで、まあ、小木選手もそこのスタートラインにぜひ立ってほしいなというのは期待してます。じゃあ告知コーナー行きたいと思います。君さん、告知お願いいたします。はい。まあ、特にはないんですけれど、普段エルゴラストというサッカーの専門誌の方で活動して、まあ、そこで京都の記事も書いたりしてるんですけれど、まあ、6月から完全電子版に移行というところでね、僕もすごい紙が好きだったので、紙の媒体なくなるの寂しいんですけど、電子版のね、本当に扱いやすさだったりっていうところもあるので、ぜひ皆さんよければエルゴラストの方をチェックしていただければなと思います。裏もね、沖永さんがすごくいい記事を書かれてるので、ぜひ皆さんよろしくお願いしますというところです。裏木チャンネルはチャンネル登録していただくと、私とユージさんが喜びますんで、まだの方、はい、ポンと押していただくと思います。今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。